まるわかりヘッドラインニュース、えー、皆さんこんばんは、えー、緊急のニュースが入ってまいりました本日8月20日ですね監督、えー、午後10時ですね、うんうん、AFP 通信とロイターの速報です、はい、米国及び日本は2プラス2の外相、うん、外務大臣の話し合いの中において 核兵器のレンタルであるニュークリアシェアリングを行い日本国全体を核武装するという決断を下したということです<ー>、えー、これちょっと、ね、あのネットを今見てみていただければ、ね、<ー>あれれかもしれませんね<ー>、えー、時期はです、ね、来年度の予算にて計上し全国各地の米国空軍基地内に設置する180発の B61 戦術核爆弾です、ね、がニュークリアシェアリングのために提供されるとのことです。 ニュークリアシェアリングって要は核のレンタルですね安倍総理とトランプ大統領が直接会談を明日21日中にも急きょ行うことで合意しました、うんえー、アジアにおけるニュークリアシェアリング国は日本が初めてとなり北朝鮮やえ中国などの核兵器に対応するための基本方針として重要な意思決定であると考えられます えー、昨日発表されたミサイル防衛システム、うん、イージス艦の迎撃システムの地上配備型であるイージス・アショア、これもね、ニュース出てましたよね、うんうん、これ中心として、新装備と国産の磁気警戒管制レーダー、うん、マイモの試作費、約196億円も改めて計上いたします。 政府関係者が明らかにした韓国ではですね、監督ね、はい、58%を超える国民が核兵器配備を望んでいるという調査結果が出てるんですが、うんまあ、日本では、えー、議論自体がタブー視され、えー、世論調査自体もほとんど行われていないのが現状ということでございます。えー、今後、与野党間の調整を含め、国民世論の反応が注目されますということでございまして。<laughs> え以上ですね、うん、すいません丸わかりヘッドラインニュースでございました収録なのに、えー、フェイクニュースということですね <laughs> <laughs> これはね、あのー、あ改めて言うわフェイクニュース改めて言うけどさこれ火の粉をねかぶるのは君じゃなくてね ブーバーしっかーの社長だからさシャチカバって言う、えー、<laughs> シャチカバって今読めます大丈夫ですシャチハタじゃないですから、ねえー、ハンコじゃないんだからん課税人襲来いやいや,いやいやいやまあ実際で、ねはい、あのこれからまあそのイージスアショアっていうね、うん、はい ものが今回配備されるというのがですね、ちょうど、うん、まあ三日前ぐらいにね、えー、行われましてですね、すねこれ自体非常にまあいいことでは、うん、すごいらしいね、うん、あの地上にあるだけでもすごいんだってねまあ抑止力には当然なりますしね、あとはその当然サードっていうのも。 今、なかなかゴルフ場に設置できないやつでそうそう、韓国でね、実際におそらく、サードの話も今後出てくるだろうなということになるかと思いますただね、やっぱりこれからですね、シンプルに考えまして、政治家がですね核のレンタルというものをしていく可能性というのを、もう今の時点で議論しておかないといけないなと。 思いまして、うん、もうかなり前からね、たもがみ閣下はね、うん、もうぷんぷんに怒りながらね、その <laughs> シェアリングの話をしてましたけどね、まあその高くはないかもしれませんからね、はい、実際やっていただきたいなと思うわけでございますけれども、これ、その防衛省は、ですね地上配備型のイージス艦、イージス導入ね、うんはい、これは196億円。 平成30年度概算要求ですから、うん、来年ということですね。まあね今何かあったら大変なことにはね今が一番危ないんじゃないのでもこのね,ね8月9月が一番危ないと言われておりましたから、うんうね、何を寝ぼけたこと言ってるんだと思うんですが、ね、まあそこはそれね。 うん、まあ国単位でございますからなかなか簡単にはいかないかなと、うん、かしょうもないね日本はね<ー>こういうところはまあね日本も実際にはこう、うん、自分たちで独自の、まあ、レーダーも作るということでそれの完了がですね、うんうん、平成35年 <laughs> 36年度からですね、うん、実戦配備を目指すと。 いうことでございましてまあいわゆるねエクスパンドレーダーに近いものになるんじゃないかなと期待するわけですが一方ですねなんと自衛隊が宇宙軍というのを作るという話が今回決定いたしましてしてます宇宙軍なんかそのアメリカの方うでそういう話が出てトランプはトランプ大統領は。 まあ地球だけでも大変なのに、宇宙など、そんなことできるかと、うん <laughs> うん、いうことでね、ちょっとかなり否定的だったらしいですけどね。ただね、空、うん、時に、ねうん、宇宙の状況監視というもので、運用部隊を設置すると、はい、いうことは、悪いことではなくてね、うんうん、これ、あのー、これから宇宙ごみってどんどん、ね、増えていきます。うん これスペースデブリっていうんですけれどもねこちらが増えてきますしそれをどうやってこうまあ掃海艇ってあるでしょ日本はもともとね地雷とかそういったものを嫌いとかそういったものをですね取り除くのは非常に得意でございましてそうなんですそれもできるし中国とかがですね衛星を破壊するようなことをやろうとしていますので。 まあそっちだろうなそそれ防衛するとこまでは実際ほら今の陸上自衛隊とかさ空自とかの雰囲気でいうとそこまではしないでしょ嫌い回収とかそういうイメージをゆくゆくはだから沖縄の米軍基地とかそういうところ地上に基地機能が今ありますけどもそれを宇宙にね全部持っていって。 もう地上なんて行ってる場合じゃねえと<ー>の好きなとこ行って好きなとこ攻撃するだという感じになるっていう話は聞いてますけどねまあね,ねそれこそ、まあ、このねニュークリアシェアリングっていうのはですね、えー、核兵器の共有ということでございましてアメリカがねいわゆる NATO の加盟国にいわゆるレンタルしますせと。 うん、もうやってるところもあるんですよね。あるんですね。はい。まこれはどこがやっているかと言いますとですね。はい。ベルギー、ベルギー、はい。ドイツ、うん。イタリア、うん。オランダ、うん。まこの四カ国が今の時点でやっている。はい。以前はあのカナダとかね。ええ。あとギリシャとか、あ、トルコとか。あ、やめたんですよね。今もやってないんですけれどもね。これやってはいます。うん。で。 これ管理する方法なんですけれども、ですねうん、うん、基本的にはその暗号キーとかあるじゃないですか、渡さない、ななあ渡さないからアメリカは、アメリカは渡さない。 やるときになったら、貸すかもしれないみたいなああ、なるほどね、もう完全に抑止力ですね。上げるかどうかわからないよっていう感じでね、そんなもう、えいっつって、打てたらね、ちょっとアメリカも困っちゃうそういうわけじゃないね、ただ、ドイツなんていうのはですね、180発ぐらい。 ありますからですね、あ<ー>まあ何かね、起きたら、ボンボン打つかもしれないということはありえますからね。ただ、まあ、その経済的にね、すごいロシアとの結びつきが強くなって、うんうん、あそこはもう、もう不足不利の関係でしょう、だからまあ、あんまり、ね、意味もないかなとは思いますけどね、あそこは。まあただね、うん、やっぱりこう <laughs> 今実際にはねやっぱね中国なんだと思うよ、これからそこに対してのねこう包囲網っていうのを築くときにその核兵器のいわゆる標準がね、どこに行くのよと。 いいうとところだ思ますよヨーロッパは、なんですか、アラブの例えばイランとかっていう話になるのかなと思いますし、われ我々アジアはやっぱり中国ですよね。いや、今回ね、トランプさんの結構強烈なね、どう喝によって、北朝鮮のキム・ジョンウンさんは、ちょっとトーンダウンしましてですね、へたれとか言われてますたね、ああの なんんてううでしょかね中国の方から当然ね、プッシュもあったと思うんですよ、裏からね、そうとプッシュもあり、すごいね、アメリカがもう、貿易止めるぞっていうような勢いだったもんね、そうそう、そういう意味ではあ仕方なくね、北朝鮮としてもですね貿易の8割を担っている中国からですね、圧力もああったでろう実際に止めてるらしいですよね、今はね、そうなんだ対北朝鮮貿易をちょっと一時的に止めて。 止めるということですよね。やっぱやってるんです、ねうん。今まではやるやる詐欺でね、うんえー、やってなかったけども、それは実際にやってるとなればね、はい、ちょっとこう止めざるを得ないかもしれないと。うんうん そうみたいですよ。いうことですね。うん、ということでございましてですね、今後そのね、うん、政治家がこう勇気を持って、うん、ここら辺の核シェアリングについてですね、うんうん、しっかりとこう話をする土壌というのをね、そうですねぜひ作っていただきたいですけど、ね。まあ,あのトランクさん、トランプさんなんかもね、やっぱり武器は言葉というかね、かツイッターなんかで言葉で、うん、えやって結局ああいう。 強硬な姿勢で北朝鮮のグアムにミサイルを撃つというのは遠ざけられているわけですよね。確かにですので日本の政治家もしっかりと言葉を使ってこういうことをやるよということを断言して言ってほしいなと私は思いますけどねただ、パック3をグアムの飛ぶところの四国とかそこら辺に配備する。と いいのかもしれないんですけれども、ほとんどね、効果がないもののななでねんか変な感じしません、だって、ここ飛ばすよっていうふうに北朝鮮に言われて、はい、そこにちょっと配備しますよっていうのが、そのなんていうの、短絡的な感じというかね、違和感ありますな、私は。 少し不安ですけどというわけでございましてですねぜひまあ今回のね、うん、お話をこうきっかけにですね、はい、フェイクニュースね <laughs>、えー、こんなことやっていいよな、ね、いや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 、えー、核シェアリングについてね皆さんもお考えいただければということで、はい、核シェアリングについて言ったのはあの一番最初に言ったのは「僕ちゃんだよっていう!」そんなこと言ってねよえよ、ー、言うためのフェイクニュースだったのかな皆さんこんばんは。 昨年の4月から始まりました丸るわかりニュースウェイ本日で第73回目を迎えますお相手はジャーナリストの藤井光彦ですそしてもう一人の相手は映画監督の園田秀人ですどうぞよろしくお願いいたします丸るわかりニュースウェイこの番組は富士システムリンク株式会社 株式会社ユニバーサルコミュニケーションの提供でお送りいたしますこの番組は国内の政治経済国際政治歴史問題エンタメ情報などの分かりにくいところをできるだけ分かりやすく解説いたしまして明日には仲間たちにうんちくとして語れるような内容を散りばめていくことを目指してまいります時には豪華なゲストもお呼びいたしましてご解説をいただくこともあるやもいたしません ぜひ、ご期待ください。監督。はい、えー、今日二人でございました。ね<ー>えー、そうですね。えー、ゲストなし。<ー>ね。来週、来週いないらしいじゃんすか、うんね、<laughs> ないで,ですか。何やってんすか。<laughs> <ー>母じゃねっすよ。<laughs> 母じゃないっすよ。<laughs> すま <laughs> たまにはね。えー、ちょっとね。 外で稼いいこなとね遅い盆休みかなんかですかハワイの方に行ってまいりますんでかフジテレビのアナウンサー気取りでちょっとずれちゃって嘘だよよ。そですよちゃんと仕事してんだよ仕事をされてるということでございましてねこれは残念でございますけれどもですねその時には代わりにんか誰か連れてきますからかわいいやっぱさ い女の子をね横にはぶらして丸裸にして全でええーっねダメだってそういうことはダメだって僕はそういうことしないんだそういう主義なんだから人生44年間それで生きてるからそうですか浮気はしないそうですか最近のね巷の芸能人あれひどいですな あああのー、下半身フィスティバルみたいな <laughs>、ね、<laughs> 不倫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 、ね、不倫出てれば何でもいいっつう話しゃうのうねすごいですねおかしいっしょおかしいですねあの人たちは、えーああ 監督もあるんじゃないですかちょっとね私は監督のその権限を使ってそんなことはあるわけないマスキミ脱いでみたまえっつってないないないそういうことがあるんだろうそれはない監督の役得は羨ましいそれはないんだよにないにそういうことはないですないんだ一切ありません僕に一切ないたまたま一切ないんでしょこれからはあるかもしれないあわよくばってんで知らねえよもう暑苦しいな君はそうですかというわけでございましてですね この番組は監督<え>皆様のお手紙メールお手紙が頼りでございますだったそ,そうだったねこの番組、はい、忘れてましたよ忘れちゃいけない、えーえー、忘れちゃいけない、ねえー、お便りの宛先でございます、うんうん、NSWFM844.CO.JPNSWFM844.CO.JP まで どしどしよろしくお願いいたしますお手紙を送ってくれる方が固定化してますな,、うん、なそんなことはないですよ、ね、新入りがちょっと欲しいんじゃないですかいやいや実はね<え>今回ねえええー 今日じゃない。おそらく来週あたりに北海道とかから来ますからまあね海外からもねどっどくどくじゃねえぞ続くぞくこれから来ますからぜひお楽しみいただければと思うわけでございますもう何かサークルみたいな感じかないや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 とんでもございませんえ質問質問質問ということでございましてえ 今年はまだガリガリ君を食べていません、うん、お二人は何味が好きですか、うん、ペ,ンペンネーム大理香さんからは カリカリくんねちょっとお腹壊しちゃねえな監督お腹弱そうだねでもやっぱりあの普通のソーダ味青いやつまああれ一番ねあれ以外はちょっとそれこそ私は浮気しませんよしないっていうか食べないっしょどうせたまに食べますよあのね最近はねスポーツタイプのスポーツドリンク味っていうのがありましてねあ梨味は聞いたことあるけどね梨味はいまいちなんだなスポドですかスポーツドリンク味っていうのありますよ何ていうのかな こうチューペットみたいな感じになってましてね、うん、それが2本入りにパンってなってましてガリガリ君でそうそうそれをスポーンと割りましてですね、えーえー、チューチューするという。 それガリガリ君じゃないじゃないかもう違うかガリガリ君じゃないね確かにあれなぜガリガリ君って書いたんだろうそれはね違うなんとかってチョッパーだけスポーツドリンク味なのあるのそういうのがガリガリさんだったかもしれないそうですそういうのもありますからね皆さんいろいろ試してみていただきたいということでございました国民食ですよねまあねそういうことでございましてオリカさんからもう1通頂いておりましてですねオリカさん「うまい棒の味では何が好きですか?」っていうことで ね、ああ、なな納豆。どうなん、納豆いい。うまいのあれ。うまいのあれ。あ、ねちょねちょして、美味しい。いや、いや、やっぱり。私はサラミですな。あ、サラミですか。サラミ。やっぱ、あの匂いがちょっとね。後で残るという感じが。やっぱり、基本的に脂っこいものが好きなんですね。たまらぬうまさですな、やっぱりな。そうかい。サラミ。溶けた話ですよ。うん。あれを食わなきゃさ。あの、野菜スティ。ック みたいなやつあるじゃん味ででそうすか野菜スティック味みたいなんだけどねあれダメだね淡白でね何があるっけたらこみたいなやつでしょあ明太子味明太子味ってありますチーズってのもあるチーズありますなあとはんだその普通のの苔みたいなやつもあるよねああんかありますかねあるでしょ海苔味の苔みたいなやつがあるでしょ多分ね広がらないと思うもういいんじゃないかなこれああ分からない分からない2人でね 喋っております上からポーンと押すとね4つぐらいに分かれてね、うん、食べやすいと、うん。というわけでございまして、えー、次質問でございますねあこれも大理科さんでございます、はあ、え終戦記念日に福島みずぽが戦没者墓地に眠る方々を復活させる呪いをかけたみたいですが、うん、あの方は何者ですか教えてエロい人ということですねう <laughs> んかいろいろ破綻しててどこからいじっていいか分かんないんですけどあまあまあねええ。 ところでですね映画「ロード・オブ・ザ・リング」を引きましてですねほうほう死者が地中地上からよみがえり戦う、うん、救助・解約を止めたい、うん、戦没者に呼びかけ、うん、ということで英霊のゾンビ扱いを許さないぞということでです保、ね、守、うん、の皆さんが徹底的に怒っていると。これゾンビ扱いいっていうよりもね、うん ななんていうんうここの人の姿勢感とかのうん、うん、その本当に軽々しさというか、はい、その質の悪さを示しているっていうだけだと私は思いますね。福島みぞうってのはもともとね、うんうん、その慰安婦問題のその立役者というかね、うん、は,は,は,はい行動者そう、うん、いやあの金なんとかってあの一番最初のおばあさん、うん ええの嘘つきおばあさんなんですけどねあの人最初に日本に連れてきて裁判までやって NHK の番組出して横でずっとセリフを言わせてたっていうねセリフまで書いたのがこの福島みずぽですからあそうです最悪ですよこの人はなぜみずぽっていうの君らはいやみんな言うんだよ君ら補守の人間はみずぽっていうのみずぽたんって呼ぶんだよみずぽたんってみなんでんだからいいんじゃねえかよそうかこえ 不謹慎な内容ねこれに対して結構皆さんからコメントが寄せられておりましてですね、うん「事故の政治的主張のために英霊をゾンビ扱いするとは何事か卑劣な言動を絶対に許さない」という人もいればですね「平和を誓う挨拶で政権批判とか」 英霊を冒ね、うん、墓の前にまで人の悪口とか終わってるとか、ですね、うん、望遠でもマイクを通して安倍さんの悪口とは驚きましたとかです、ね、うん、戦没者遺族の方々に謝ってください、うん、彼らの大事な方を冒涜したのですから、即刻議員辞職してください、民進党の蓮舫代表よりひどいですとかですね。 あまあ、そうたくさんのですね。お怒りですね。皆さんね、うん。まあこういうことがあるということでね。うん、そういう人です。この福島水防という人はね。お、うん、理解なんです、ね、いただけたでしょうかということでございます。はい。これはまたお手紙でございますね。富士山ソロダ監督、こんばんは。お元気でしょうか。8月15日には各地でセレモニーも行われました。 北朝鮮のミサイルがグアム付近に発射されるかの時期で緊張感もいつもとは違うように見えました、うん、さて民進党の蓮舫さんがどこかでアジア諸国に多大な迷惑と損害を与えたことを深く反省し二度と戦争を起こしてはいけないとコメントしたようですつまり日本はあの戦争でアジア諸国に侵略し植民地支配をしようとしたと思っているようですうん、うん、マスコミの大半もそう考えているようですししかしそうではなく 日本は追い込まれ、やむを得ず自衛自尊の戦いに誘い込まれたと考える日本人もいます。私もそうですし、うん、ま多くの日本人も、うんまあ、私もそうですね。うん、結局あの戦争が何だったのか、日本人の間できちんと総括できていないからだと思います。うん、そうですね。うん、当時アジアのほとんどを支配し植民地にしていたのはヨーロッパ諸国で。 日本は石油の供給を止められたりアメリカから春ノートを突きつけられたりして追い込まれていったことはマッカーサーも認めていますその通りですね、うん、アジア諸国の解放というのは言い過ぎかもしれませんが日本は自衛のために資源を求め西洋列強を追い出す一か八かの作戦に出たのでしょうしかし GHQ や日教祖の教育のせいで日本侵略戦争という擦り込みがされてこれから脱皮しない限りいつまでたっても謝罪を強いられたり 靖国に総理大臣が参られない状況が続くと思われます少なくとも中間が押し付けられる歴史観から脱皮しなければいけないと思います戦後70年以上も経ったのですからそろそろ本気で総括してもらいたいものですお二人はいかが思われますか真面目なお便りですいません昼間のスリーピーアイスあその通りですねいや。 まあ先日もあの十代のねその女優さん、うん、あとちょっとそういう話になりましてね、はい、えそのやっぱり今スリーピーアイズさんが言ってたような、うん、え戦後のすり込みっていうのが、うん、まあ多少ねその今の十代とかは、うん、あの我々の時と比べるとないのかなと思ってたんだけど、はい、やっぱりしっかりすり込まれてるんですよね。すり込まれている、うん。やはりあの日本はそのえ結局。 自分,が自分たちが悪いと。うん あの戦争を起こしたのは、やはり日本がおかしくなっちゃったと。いうことで。うん、で、何のために戦争を起こしたのかとか、うんうん、何のためにあんな徹底的に。まあ、人種差別ですけどね、あれもね。叩かれたのかとかっていうのは、まあ、学ばぬまま、えー。社会に出ていくという構図は変わらないというわけですね。まあ、実際にはね、うん、そのほとんど政治経済も含めて、歴史も。近現代史やらないからね。そうですよ、ね。だから、もしかすると、その。ね、日教組の。 歴史教育を教える人たちがですねそういうのをさらっと言ったことをそのまんま覚えてしまうかもしれないですね。なるほどね。これは本当に大変分かりやすいお話でありがとうございました監督今23分なんですけどねテーマは6つ。5つかな五つ。1つ目日本ファーストって名前超ダサくない ?2 つ目。 終戦記念日前後のパヨク競争曲一挙お届け3つ大体やねえ北朝鮮核情報今後はこうなるねおお聞きたいなこれ4つ目台湾歴史の一承認コーナーその25、うん、つ目園田監督のケツッチン映画論自主制作映画ってこんな大変だったっけえ何これ <laughs> <laughs> 自主映画の話ですかこれは おそういうのはよまあでも5番か女性、うん、言わないんだろうな <laughs> 違うからあと36分あるしええまあまあ行かないでしょう、ね、いくさいくさ、うん、いくさ一、はい、つ目「うん、日本ファースト」って名前超ダサくないああんかちょっと久しぶりだ <laughs> ノスタルジーを感じましたね最近ちょっとゲストが多かったからね一発で喉を潰すこの感じっていうのやなかなか懐かしいもんがありますねいやいやありがとうございます藤井さん園田監督こんばんはお盆が来ましたが何かご予定はありますか <laughs> もう終わっちゃいましたけどね <laughs>、うん、えー、えー、台湾のロケ派なかなか珍道中で楽しかったようですねまた続きを期待しますこれもまた「昼間のスリッピアイズ」さんなんですけどねあそうですか,いですか、えー、さて都民ファーストに次いで日本ファーストが立ち上げられるようですが、うん、名前がおかしいですよね都民 <laughs> ファーストは都議の利権と戦うためのアンチテーデでつけられた名前なのでそれなりに良かったのですが日本ファーストは何と戦うためのものでしょう なんか会社の名前みたいだよね <laughs> 日本ファースト <laughs> うん、うん、確かにねなんかねなんかあのソーセージかなんか作ってそうですよ、ね、知らないよ <laughs> まあねまあね単に一般受けの良い名前にしただけではないでしょうかトランプ大統領のアメリカファーストは反グローバーライゼーションという明確な態度がありますが日本ファーストは一体何でしょう,うん、うん、国民の生活第一という小沢一郎さんの党のキャッチフレーズと同じでしょうか あるいは反日国会への対抗的な取り組みをしてくれる党なのでしょうかある程度次の選挙ではブームに弱い一般不動票から数を取れると思われるのでまたまた右往の州の集まりになりそうですどうも最近ブームに乗った政党に政治家が便乗する風潮があるので日本は大丈夫かと多少心配ですまたマスコミも反自民党ならどこでも持ち上げる傾向が強いので投げかわしい限りですお二人はどう思われますかということでございまして こちらもね昼間のスリピアージさんでございますこれね実際にはこの政党名変わるそうですあ変わるのはい、うん、もうすでにこれ出てましてですね、えー、8月13日のですねフジテレビの新報道2001に出演したのがですね若狭さんですねあ若狭、はい、まあ弁護士さんだったね若狭さん若狭様,様といえば私はもう溝口健二監督のウゲス物語に出てくるあああ、えー 化け物。はあはあ。うん。これが若狭様って言うんですよね。えー、日本ファーストの会をめぐってはですね。なんで国民じゃないんだ。もう使ってる。在特会系の団体と似てるなどと批判の意見が殺到しておりまして。これに配慮して名前を変更したと。しようとしているということ。あの、京町子っていうね。うん、いい役者がやっててね。うん、もう、ちょっと。エロい中にも恐ろしさがあるっていうね。若狭さ,さん以外にですね。これどういった方たちが今後入ってくる,るかということをね。監督。 行ってみたいなと思いまして、うん、<laughs> いいよ。えー今日歌子でしたっけ？違うよ、えー。違うです今。今日マチコだよ。あ、そうでしたっけ。<日>えー大鳥ケイスと返して,て,て、ね。<laughs> 違そっちのあの相方の方でですね。すす今日歌子の方でね。ねえー、今日マチコです。えー民進党除籍されたですね。まあ長島昭久さん。うん 元防衛副大臣されてましたねあとはその日本維新の会を除名されたですね渡辺芳美さんに除名されてたんですか <laughs> あれ,あれみんなの党 <laughs>、うん、の一人の党とか言われてた人ですよねそうですよあね、うん、まあでも渡辺芳美さんがねみんなの党作ったっていうのは結構いいですよあそこに残ってる人たちは結構いい人たちね和田正宗さんもそうですけど生き残ってますからねうん、うん まあどんどんね、頑張っていただきたいなと思いますけれども、基本的にはこの若狭さん、細野さん、あとはその長嶋さん、あと渡辺芳美さん、あとはそのあの人も来るんじゃないかななんて思いますよね、誰あの中田さんって元横浜市長<誰>。あ長あ あの人あたりはちょっと来てくれるとねはい、はい、ちょっと大きな動きになるかもしれないですよね。で、この既存の政党ですね、うんうん、勢力からはじかれた議員らのまあ受け皿になる印象は、ですね、うん、え拭えないっていうのは、何をやりたいかがはっきりしないからだということは確かにあるかもしれませんですね。で、ちょっとね、細かい話をちょっとさせていただいてもよろしいですかね。えーううん、実際にですね民進党を割って出て出いく可能性がある人って と考えてみるとですね、<ー>まあ一番大きいのは可能性があるのは長嶋さんのグループ。なんですね。で長嶋さんのグループっていうのはですね、えー、国益を考える会と。いうところなんですね。はい。 賛同議員は昔はあの11名いたんですけどね、<ー>今ちょっとですね4名と、これは現職の国会議員現職ですね、うん、現職の衆議院議員で、吉良さんという人と、鷲尾さんという方、うん、あとは北上さんという方ですね、うん、これ、近畿、京都4区ということでございまして、うん、この3名、うん、まあこの3名は当然、ですたもとを分かつというよりも、一緒に行く可能性があると。 いう,ふうに言われておりますね。はいええ、で、あと細野さんがね、ええ、今若狭さんとこう話し合いをしていると。いうことなんですが、細野グループ。何人ぐらいいるか。うん。どうでしょうね。十四名いるんですね。ああ、そんなものか、でも。参院で三名。衆議院で十一名。うんうん、名前がですね。監督。自ら誓う会と書いて、自政会っていうね。 へうん、やっぱりそのモナ,<ー>モナオ事件がありましたからね<ー>自ら「もうしませんよ」と「もうしませんか」いなんですか「路中はしませんよ」という自ら誓う会いということですね自生会かわいそうにずっと言われるのね <laughs> 何年前なんだろうね <laughs> うん、うだってあ,あの山本さんだっけ、うん、うど,どこ行っちゃったのっていうモナさんねもう,も,うもういないじゃないですかまあでもほら細野豪志って引くと大体あれが出てくるからねあそうです写真トップに出てくるのが路中だから、うん、まあまあ,あ<ー>ねそういうもんですねモテる男はつらいわなわれわれよかったよ ある意味ではああよかったいやいやいや藤井さんも分からないですよこれからそうっすかねこれからモテ期が来る藤井光彦というね驚きの展開が待ってるかもよ大変なスキャンダルがですねあるかもしれない松原さんってね松原仁さんっているじゃないですかあの人もんかね保守的な感じがするんですけれどもいつまでたっても閣僚にならないというね非常に不思議な方でございましたけれども民進党 まあこうこの人はおそらく、うんまあね、出てはいかないんじゃないかなというふうに思われでもうなんか民進党がもうよくわからないから保守もいるらしいとあ<ー>で、まあ、すごく社民党的な人もいるわけでしょだから実際この人たちが、うん、あの若狭さ,さんなりねほか、うん、の,の方名前出てましたけどもうん、うん、そういう方々と考え方近いんですか あのねうん、うん、これね、一つこれからですね、うん、争点になってきますのが、うんまあ、はっきり言って私は、どちらの人も好きではないということだけ、最初にどちらの人も好きではないです、うん、枝賢治という方がいまして、ですね<ー>枝賢治っていう人がいまして。 そのもと別れましてですねなんかいろいろ作った人が結の党っていうのを作ってね結の党がですねうん、うん、いわゆる日本維新の会とくっつきましてうん、うん、でその時に日本維新の会ともう結の党の政策が合わんっつうので別れたのが なんていう名前だっけ？覚えられないですね。なんとかのかあの杉田妙さんとかいらっしゃったあの生徒さんね。もう忘れちゃったよもう本当に。だけどその枝ケンジさんのグループっていうのはですね十三名いるんですよ。滝沢みとさんとかねああいう人たちがいる十三名いるんですね。 で、これは旧維新の人たちが多いんですよ。十三名ね。うんうん、で、さらに松野頼久さんという人がいましてですね。これか、これ鹿児島人じゃなかったでしたっけ。あの、一時期代表やってませんでしたか。そうそうそう、やってましたよね。はい、あの耳がすごく大きくて、えー、あの香水が臭いって言われてたね。なんか娘さんがミス、ミスユニバースの日本代表の。 そうそうそうよく知ってますね松野頼久さんってね松野さんもねすごい昔からお父様とかおじい様とかね政治家一家ではございますけれどもねここもですね小沢グループの出身議員とか元民主党議員出戻り組ね人たちを中心に12名いるんですよねですからですねこれからこの松野グループ ええ、そして、特に枝田検事のグループね、うん、ここら辺がですね、民進党を離れて、うん、この若狭さんのところに行く可能性がないこともない、うん、今言った人、人数でいうと、全部入れると43人いるんですよ。 結構な大所帯ですよ。ここが鍵になると思います特に江田賢治さんとですね松野理久さん小粒な小沢一郎的なですねんて言うのかふら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 行く素養を持ってますので気をつけて見ていきたいと思いますね。で小池さんが実際に組んで良いのは長嶋さんのところだけなんでねあとは代表戦に前原さんが負けた場合にはそのグループの可能性もあるんですけど。 まあ他基本的にはやめといた方がああそうが43人いますけどやめといた方がいいと思いますねうんえほぼ全員落ちますから次の選挙では民進党の人たちはほぼ落ちますうんもうだからいらないでしょうん、うん、だからその逃げるためにこの新しいねあ黙ってたら落ちるんだけどあ<ー>そのまあなんとか政治生命をえまあ続けるために 日本そう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 いう人だってほら時ぎもそうだったじゃんまあそうですね結構1 5六6人いってるからねでもあれで味を占めてるでしょきっと大成功してるもんね行く行く 全員落ちますからね、もう隠れ民主党的な政治家は、ですねもう出すべきではないなと、私な思いますよねただね、民進党の中でね、保守的なこと、すごくやっていて、よくあの我々が書いてる雑誌にも寄稿されている金子和義さんって方いらっしゃるんですけどね、この方、神奈川県の人なんですけど、この方あたりはね、落選中。 あの衆議院で前議員で、その後参議院で出たんだけれども、前回落ちちゃってって方なので、この方はね、素晴らしい方なんで、ぜひ復活していただきたいなと思いますねで基本的な流れは、ですね10月までに戦いが始まるとしても、対応できるようにおそらくすでに小池さんは、夫人は組んでると、私は見て良いと思いますね。もうすすででに組んでると思いま でしかも全国で組んでると思いますあのそれがなければですねこれだけあの余裕ぶっこいてないと思いますねそうですかほとんど国政についてコメントしてないでしょうあしてないねしてないのがしてるんだよしてる証拠だと思いますで間違いなく今のままでいくと50議席は取ると私は今見てますねでやり方としてはですね、うん、あの創価学会のところに候補者を立てない形にすると思います、うん <laughs> 小粒 <laughs> <え>政党であるがゆえに、いわゆる大政党ができないやり方をしてきますね、東京都ではまず連携できたじゃないですか、<笑><笑>都議選でね, <laughs> そでね、その流れで選挙協力、関東近県、大阪、<laughs> 名古屋あたりで起こすと思いますね、そうすると自民対ファーストっていう構図になりますから。<laughs> うんうんうん そうするとファーでらに大阪に関しても維新に対しては直接攻撃しないと思いますうん、うん、小池さんのやり方だとね選挙での直接対決はしないように配慮すると思いますので、うん、維新対ファーストっていう戦い方はおそらくしないようにすると、うん、そういう構図にしたくないんですよ。うん、自民対ファーストにしたいんです、うん シンプルに、その方がやり方としては正しいんですよ、で、遠くとかに関しては、小沢一郎さんと組ああ、そうですか、さらっと自由党と組むと思います、そういう選挙協力をする可能性が非常に高いですね、そうなってくると、もう日本の心とかですね、日本第一党とか、申し訳ないんですけど、幸福実現党とかね、政党、残念ながら話を聞く流れにもならない可能性が。 あの今回高いですね。東東北 で、まだ自由党ってあるんですか。あるあ自由党っていうか、ほら、あの生活のなんとかが第一だっけ。その後なんだっけ、えっと、なんとかと仲間たち。仲間たちになって。もう、そこら辺でもう、パンクしてんです。今、自由党って名前。になっ自由党なの、小沢一郎さん。昔もあったよね。そうそうそう。自由党って名前に変わったんですね。そうですか。うん。自由。わかんないよね。うん。なんか、ちょっとね、そこら辺も含めると、今年10月以降。 特にその衆議院の補選と同一戦になる場合、これ前から言ってますけれどもね、その前後になる場合には、おそらく小池さんは準備ができてると思います。逆に嫌なのは、9月ぐらいに突然ーンってやる場合には準備が整ってませんから、気をつけた方がいいですね安倍総理としては、勝つんであれば9月ぐらいにやらないと、勝てないと思います。と私は見てますね。月あったらもなんか準備が ある程度できちゃってるんじゃないかなという気がしないでもないですね。というものをちょっとさてどうなるかぜひ見ていただきたいですね。女性校舎の擁立はね徹底的に行うと思いますからあとフレッシュな人材ねイケメンイケメンいっぱいいましたねイケメンです。いたよねあの都議選の時ね全然わかんないけどイケメンみたいな。 <laughs> 美女とイケメンだけ入ってましたね頑張っていただきたいな、うん、ということですねだから50ぐらいねあのだら全国10地区ぐらいを拠点にして戦いを行えば50人は取れるという形で考えてるて、うん、私は見てますから10月の選挙で,ですね、うん、だから10人ぐらいもすでに捕まえてると思う、うん、あ全国で,でああの気の利いたさ、うんうん、名前が売れてる人 でイケメンイイケケメメンンじゃなくていわゆるもうすでに重鎮よ重鎮か重鎮をまず固めてるそう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 重鎮を10人ぐらい固めようとしてんじゃないかな今5人でしょそれにイケメンがついてくるということそう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 なるほどこれなら50人ぐらいいくんじゃないかなということを私はちょっと思いますけどなんかでも嫌な話ですねダメですかこいいいですかかややややなんっぱ政局 っていうのはね、うん、ちょっとこうなかなか泥臭、えー、すぎて、うんえー、ちょっと濃厚すぎて飲み干しづらいですねあのね,ねこういうことをほら、うん、危機として私は話していますが <laughs> はい、はい ね別に政治が好きなわけじゃありません。そうですか。喜んでるよでも好きでしょ。そうかな。好きだと思うよ。まあその実際ねこのニューヨーストーズまだ喋っていいですか。えどうぞ。面白くてしょうがないんだろ。何を目指すのかということに関しては正直わかんないですけど、あのおそらくねあの首相候選制とかを掲げる可能性はね非常に高い。あの。 さらに中選挙区制の復活とかね、ある意味、政治制度の変更。 官僚組織の改革というものができてくることを望むというのは、国民にとっては非常にいいじゃないですか、最大の目的になる可能性が高いですよねで憲法改正に関しては当然行うべきですし、別に日本ファーストがなったとしてもね、憲法改正は可能性非常に高いですから、そこはやるべきだと思いますが、外交に関しては徹底的なねミスを入れていただきたいなと思うわけですけどね。いというわけでございます。 言いたいことを言ってスッキリしましたので、はい、番組終わろうと思いますが、あと20分あります。はいは二、い、<laughs> <laughs> 番目、終戦記念日前後のパヨク競争曲一挙お届けジャガー。<noise> ありがとうございます。こ <noise> のジャカジャンを聞くとね、えー、もう一回頑張ろうかなと勇、えー、気になるわけでございますな。すなえー、ラッキーベルアットタイランドさんでございます。あ、ありがとうございます。富士山ソロダ監督毎週深夜の全裸放送お疲れ様です。えー ちょっスースーしますよね今年の夏はねちょっとね涼しげな感じがいたしますけれどもですねそろそろ熱帯夜も続く季節ですので全裸公開野外放送もやりませんかああぜひねタイでうんやりたいですね大いに結構ムエタイの試合の横であそうですねやりたいですな踊りながら踊りながらやりたいその時はもうじゃカジャンじゃなくてゴングをね みたいなね、はい、やりたいですな、ねえー、今回もネットで見たニュースで気になっているものをぜひご解説をお願いいたします今月は広島長崎の原爆投下終戦記念日と祈る日が続いておりますその中でも気になったニュースです一つ目広島長崎での原爆投下の時間に黙とうもしない反日勢力日本は言論の自由がありますので彼らの行動を批判しませんがせめて黙とうの時間には静かにしてほしいです なんかうるさくしたの,ううあのまあ毎年ですよ、うんうん、毎年、その左翼の人たちが、安倍を許さないとか言ってです、ね、うん、やってるんですよ、るほ<ー>どい話です、ね、そうでないと、核兵器の批判がとても陳腐に見えます、えー、2>, 2つ目、終戦記念日の靖国参拝、現職閣僚はゼロ、うん、これもそうでしたね。 これは肯定否定の両方ありますが、まだ発足して間もない改造内閣ですし、つまらぬことで批判の火種を作ることはないと思います、また私は必ずしも終戦記念日の参拝ではなく、改選記念日などでも構わないと思っています、うん、ある程度げ、えー、執務が落ち着いた時点で参拝していただければと思いますが、安倍総理が支持率重視というのをはっきりしたと思います。まあだから、ねうん、負けた日に祈るのもちょっと 変な話でねまあもうちょっとあ,のあそこは宗教的なところなんでね例大祭とかね,うんねえそういうところの方が私もいいと思いますよ。例大祭が一番ね、うん、正式な形になるとは思いますけれどもね3つ目ソウルの広場に慰安婦像500体を展示。うんうん 500体ですよ<ー>余ってたんですか <laughs> これはねちょっと私あの聞いてて、はい、写真とかあるんですょ、ええ、写真はあるけどねあそうですか<ー>ぜひね拝見したいですけどねよほど売れてないようですそして貧弱な徴用構造も完成、うん、ジャイアント馬場さんにそっくりああ,あの軍艦島に連れて行かれた <laughs> ジャイアント馬場ですかそうですね <laughs>、ええ、頭に電気をつけて街灯にしたり<ー>魔改造してコンドームの自動販売機にしたら売れると思うんですが それはひどいちょっとね4つ目ゾンビの福島みずほが千鳥ヶ淵で大暴言頭おかしい、ね、あのね先ほどね。どね、えー、とにかく今月は祈りの月なのにこんなに不機嫌なニュースが毎年並ぶのは我慢できません、うん、あと園田監督に追加でで質問です、はい、前から気になったのですがロバート博士や毘沙門太郎さんのお話で気になったのですが藤井さんは美人な奥様のゲストに対してすごくツッコミますよね そうかな, <laughs> そうかなこれはうちの嫁も美人なんだ紹介させろという忖度を持っているの待っているのでしょうかそれならうちの自慢の嫁さんコーナーを作って熱く語っていただきたいと思っているんですがあとそのうちで構わないのですが骨太メルコさんを是非ゲストにーああなるほどねうまずあのー 藤井さんの自慢の奥さんの話ですけども、ああああのそれは何、あのロバートさんに関しても、ミシャモンタロさんに関しても、やっぱそういう、の俺の奥さんの方が綺麗だよみたいな、そういう気持ちがあるのうん、うん、いや嫉妬だな、うん 嫉妬嫉妬だな綺麗だなと思ってああそうですかそれだけだ嫉妬心っていうのはねやっぱりね人間を破滅させますから嫉妬表に出す男だからいけませんよそういうことはいいんだよ別に嫉妬っていうのはもう身を滅ぼすそうだ嫉妬はダメだダメですダメなんだ皆さんも嫉妬心に気をつけてくださいね男の嫉妬っていうのもねありますからねこれはもうんだ今回もリクエストお願いします小袋のブルーバードお願いしますって言うんですけどね無理 ええ三つ目三つ目いきたいと思いますねはいはいごめんなさいかけたいんですけどねあとね十五分しかないからソナタ監督のねコーナーが待ってるからあああそれ真剣に聞こうと思ってんだから何しゃべろうかなじゃあね三つ目だいたいね北朝鮮核情報今後はこうなるねじゃがじゃん もう分かんないから、これね、2人は分かってない分かんないから、もう、竹村健んさんね、もうね、尊敬してやまない、大体、イエスってね、これだけ、これだけ手帳みたいなね、私もね、昔買いましたよ、社会人1年目、2年目、3年目、これだけ手帳ってありましてですね、全然使いにくいの私も天文手帳っていうのを買いましてね、んですか、それ、月の満ち欠けとか。 書いてあるんですけどももううどででいいんす意外なら手帳って使わないよなねもはやだって手帳もちょっとまずいでしょウェブでやってるんでしょうね iPhone で大体できるからねやってますよねそういうことでございまして藤井さん園田さんいつも放送を聞きながらお勉強中の小心者のコトラですことらさんありがとうございますグアムへのミサイル発射計画で北戦北朝鮮ですな北戦って言っちゃうのこの人ね 北線って昔の人じゃないから若くて美しい女性だからこの人は女性なんですねうんと私は思ってんだよね電話機器類の電話機頭北線の電話機頭のキム委員長は黒電話ね黒電話ね黒電話ね苦しい時間を過ごしている間抜けで愚かなアメリカの行動をもう少し見守ると言ってるわけですなどんだけ上から目線なんですかね さらに今の状況がどちらにとって不利かを計算すべきとして危険な行動を続けるなら重大な決断を下すと挑発行為をやめるように牽制これらは当初からの経緯を知らない人はアメリカはなんて極悪非道な国だとなるんだと思いますこの裏付けのない辛い割りは世界でも朝鮮半島が突出およそ常識なんてものは紀元前前に忘れてきた民族ですね近寄らないのが一番安全と思われます <laughs> 本当はミサイル試験発射しても特に被害がない場合無視するのが一番と思います誰も相手にしないニュースにもしないもちろん被害が出た時は完全抹殺に動けばいいのですいろんな意見があるかと思いますが北の電話機頭くんはミサイル撃ち込むとどうなるかくらいは計算できると思いますが藤井さん、園田さん今後の状況予測をお聞かせくださいもし北が打ち込んだら日本にも被害は当然あります さらに難民と称して南北の半島から日本になだれ込む危険性は十分あると推測していますとこれに対してあの、ねえー、トランプ大統領は、はいあのー、言ってましたよね北朝鮮の金務委員長は懸命な判断をした。はい <laughs> そのうう、ね、数がわかんない <laughs> あのさ顔芸、うん、っていうのはさ <laughs> ラジオには向かないんだよ。ーで顔芸面白かったよ今 <laughs>、ま、顔芸は面白かった、はい、あでも伝わらないんだよ。うん <laughs> うん ね、来週休むくせにね、適当、うん、ううなことするんじゃないよ、<laughs> 分かるように説明してくれないと、えーはい、困るんだよね、ちょっとね。まあ、えーえーえー、まあまあまあ。実際にです、ね、これで本当にですね北朝鮮が、うん、いわゆる南朝鮮、韓国にですねミサイルを落とした場合にどうなるかということはね、よくこの番組でシミュレーションさせていただいておりますね。 日本政府がまず実施しなければならないのは、うん、韓国に滞在するです、ねうん、約6万人の邦人救出、うんうん、避難作戦なんですよねはい、はいで。さらに朝鮮半島での戦火に逃げ惑う韓国、北朝鮮人計30万人の難民が日本に向けて中国に向けても当然来るんですけれどもうん、うん、日本に来るのは大体30万人というふうに言われておりまして、うん、保護しなければ当然いけませんよね。 で戦闘が拡大すれば、ですね北朝鮮から在日米軍基地に向けて打ち込まれるスカッドミサイル、うんうん、ノドンミサイル、うん、迎撃体制の専務が休尾であるということは当然ありますよね。うんうん、で、日本の攻撃に裂かれるのは、ですね、まあ、どれぐらいになるかということを考えますと、ですね陸海空軍に所属する13万人ぐらいのですね北朝鮮軍は、うんうん、いわゆる特殊部隊。 なんですね。特殊部隊なんですね。でこの人たちがですね行ってみれば当然韓国国内にダーだと流れ込むと同時にですねまあ船船というかですねあのいろいろな形でですね日本に入ってくる可能性も当然あり得ます。で特に難民を予想ってですね入ってくる可能性は当然ありますのでこれは気をつけなければいけないですね。で救出方法なんですけれどもですねこれ 大変ですね、まあ、よくね私があの韓国脱出マニュアルで、うん、一番初動はどうすればいいかって話はよくしてますけれども、うんうん、この6万人、うん、どれぐらい時間がかかるのかと言いますとですね仮に、まあ、1万人の方が在韓邦人を避難させようとすると日本がですね準備するのに船舶、船、ですね、うん、飛行機準備するので大体1週間必要です。あ 1万人を助けようとした場合ですね、救出作戦には1万人助ける場合には、実際には4日かかるというふうに言われております。ということは、ですよその6倍の6万人を避難させるということは、ですねそれをやはり行ったり来たりしなければいけないわけですから、結構な時間かかると思いますね。単純計算でで日間かかかりりますすよねねそのうちにな まあこれ、順調に進んだ場合ですから、この1か月ぐらいの間に、ですねどれだけの法人を助けることができるかということは、常に日本としてはシミュレーションしていなければいけないと思いますよね。で、当然ですね、それと同時に、ですね中国は尖閣諸島とかをやってくると思います。ああ ダッシュをこの後に及んでやってくる可能性非常に高いですよね、ここも防がなければいけないということですね、ですから救出に向かう人たちはいわゆる陸海空軍でですね徹底的にやっていかなければならないのと同時に、尖閣の防衛もしなければいけないというのが、日本の非常にですね大変な。 ややり方ととといいいいううかでですすねね、はい、どちらもやらもななけければこ手をこまねいてですね法人救出だけに回っていてはですねうん、うん、尖閣は手薄になりますからはい、はい、当たり前のように取ってきますからそこも気をつけなければいけない尖閣でねその行政的な、うん、判断で例えば警察が置かれないとか、うんえー、っていうもうもご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 してますからうん、うん、まあねそういうことがちょっと兆しでもで 怒ったら、うん、あの、言っちゃえばいいんですよね。日本もね。本当ですね。うん、だから、その早い時点でですね。今はまだ渡航のね。はい、なんていうのかな。えー、危険度でいうと、ほとんど。うん 出てないのでねそれも含めて、ですね、うん、韓国にいる、まあ、韓国人は、ですね、うん、ほとんど危機を感じていない、うん、6割の人がです、ねうん、何もこんねんじゃねえっていうアンケートが、今の時点でのんきに出てますから、うん、まあ彼らの感覚を信じないで、うん、もっとですね6万人の邦人の方たちは、自分たちの命がいつね、うん、この、ね、北朝鮮に。 あれするのか分からないんでねなんかそういう人たちは多分こう言うよねその実際、うんえー、韓国行ってみたけど全然平気だったよとか,まあ、ね、かそういう話になるんだよねだからそういうことをですね考えていてもまあ突然起きますからねそういうのはですねやはりもうちょっとしっかりね、うん、日本政府もやっていただきたいし、うん、まあ危機感はね 煽おておいた方がいいと私は思いますこの状態でえ韓国にいた方が悪いっていう感じになりますからね、うん、まあそういうことですよね、えーはい、本当に気をつけていただきたいなと思います、うんうん、4つ目でございます台湾歴史の生き証人コーナーその2ありがとうございます、はい あ一週休むからね、えーえー、この人は、うん、あこのジャガジャンがですね、えー、なかなか聞くのもね、うん、皆さん寂しいんじゃないかなと思いますが <laughs> いや最近は本当にないんだよジャガジャンなかったね、えー、あ言ってないけどね藤井さん園田監督こんばんは,こんばんはタクシーの果たして何人まで乗れるか一層のことギネスに挑戦し,ようしてみようかと思っているあなたのカレン毘沙門太郎でございます あの私どもはその実験には参加しません <laughs> <laughs> 奥さんと2人でねまずはやっていただいて <laughs> まあご家族で、えー、ご家族でね、えー、どしどしやってやらさて本日も先週に引き続きカレン県総本郷宝山村に住む龍家さん昨年の12月お会いした際は82歳言葉もはっきりしておりとてもお元気だった歴史の生き証人のお話 私は桃園県ピンンチの出身ですしかし桃園での生活は貧しく苦しいものだった私が5歳の時に母方の祖母を頼ってカレンの法林へ引っ越ししましたうん、うん、家族で祖父の伝畑を耕し農作物を工作していましたしかし私が7歳の時法林に来て2年目頼りにしていた祖母が死去っ祖,祖,祖父ね、うん、祖父の死去後親戚たちが私たち家族に対し伝畑の明け渡しを要求 当園にはすでに家はなく新天,地の新天地の法輪でも望みの綱だった電伝旗を失い私たち家族は絶望のどん底に落とされました、うん、そんな時ある日本人の夫人から農地参考地分の工作をお願いしたいという依頼があったのです、うん、日本人のご婦人ですね、うん、このご婦人私は日本のお母さんと呼んでいましたが夫を亡くし女で一つで二,つ二人の娘を養っていた しかし農作業は女性一人では無理があったため私たちにお願いをしたのでした実は後で知ったのですが祖父が亡くなって農地も失い住む場所さえも失った私たち一家のことを日本のお母さんが人捨てに聞き私たち一家を受け入れてくれたのです<ー>この日から私たち一家と日本のお母さん姉さんたちとの共同生活が始まりました日本のお母さんは自分の娘も私も分け隔てなく育ててくれました 一緒に食事をしたりおふりに入ったり。周りの人たちも、まるで本当の親子、本当の姉妹のようだとまで言われていました。本当に幸せな日々でした。ところが、私が十三歳の時。この幸せな家庭が一瞬にして崩壊したのです。昭和二十年八月十五日、日本敗戦。日本人への強制送還が、日本への強制送還が決まったのです。日本のお母さんは、かれんこへと向かわなければならなくなった前日。私はかれんで夫を失った。 でも、劉さんたちとの出会いで立ち直れることができた。やっと幸せになれると思ったのに、また私は家族を失うことになった。家も失い、すべての財産も失い、そして何もない日本へと戻らなくてはならなくなった。私は日本人、でも台湾の日本人、カレンの日本人、日本へ帰ってもそこには何もない、異国の地と同じと泣き崩れた。私の両親も私も皆が泣いた、夜通し泣いた。 日本のお母さんとお姉さんたちはわずか1000円のお金と柳氷1つの荷物だけを持って他の日本人たちと共にカレン港へと出発していきました私と父は法輪の町でもち米を使った天候というお餅を作り夜中に法輪の町を出発しカレン港へと向かいました電車に乗るお金がもったいないので夜通し歩いてカレン港へと向かいました そして貨蓮港で日本のお母さんと姉さんたちに会い持ってきた天皇を国民党の兵隊たちに見つからないように手渡しましたもうその時は全員が声を出して泣きましたそして日本のお母さんと姉さんたちの乗った船が見えなくなるまで私は泣きながら手を振り続けました今でもあの時の光景を思い出すと涙が出てきますドリュウさんは泣きながら私のお話をしてくださいました そして戦争は絶対にやってはいけない皆が不幸になる誰も幸せにはなれないそして台湾日本人を追い出したことが一番の間違いだった戦後も日本人と一緒に生きていくべきだった今の台湾を作り上げてくれたのは日本の皆さんその恩人を追い出すなど恩知らずのすることだ本当に情けないと語ってくれました、うん、私に日本時代のお話をしてくださったわずか3ヶ月後誠に残念なことですがリュウさんは旅立っていかれましたいうことですなるほど これはもう映画化ですねはい、えー、そろそろお時間となりました素晴らしい話でした、はい、お便りの宛先でございます NSW アットマーク FM844.co.jpNSW アットマーク FM844.co.jp までどしどしよろしくお願いいたしますそれでは丸明、ま、かりニュースへまた来週この時間この番組でお会いできることを楽しみにしておりますお相手は藤井光彦とケツカッチン園田秀人でお送りいたしました この番組は富士システムリンク株式会社株式会社ユニバーサルコミュニケーションの提供でお送りいたしました。